はい、皆さんこんにちは。今日はですね、APR と APY の、違いを話していこうかなと思ってまして、よくDeFi の取引所とか行くと APR とか APY とかでイールドのところで多分出てくると思うんですけど、これなんぞやっていう話を改めて基礎用語のところでしていきたいのと、でいろんな取引所を見てってAPR、APY でどっちで書いてんのっていうところを、一つ一つ、いろんな取引所、有名なところを見ていきたいなと思ってるので、ちょっと僕文系なんで、理系の、こういうところ得意な、もぐりさんに、まずは APR と APY の、違いを解説してもらいたいなと思ってます。で、一応参照元はここのページを、参照元としたいので、ちょっとまたリンクはこちら貼っておくようにします。じゃあお願いします。はい、なんか僕も APY と APR ってあんま気にせずなんかやり始めちゃったんですけど、ここ分かってないとめっちゃ損するよねみたいなところを気づいちゃったんで、ちょっと解説していこうと思います。遅いですけどね。そう、今更なんだけど、僕らちょっと DeFi 初心者なんでなんでそんなの知らないのって人も多いかもしれないですけど、笑ってください。そうですね。そもそもなんか APR と APY っていう考え方って、仮想通貨以前から あって、株とか株にもある考え方で、実際俺も今S&P500 とかやってたりして、それよく考えたら複利だわとか思い出したんですけど、それいうことで、仮想通貨に限った話じゃないということがまずあるので、株に触れたことある人とかはやったことある、分かってないといけないというところなんですけど、俺は知らなかったというところで今回解説していきます。で、まず単利っていうのが、利益が確定した際に、元本だけをそのまま運用することということですね。これ、前回イルビウムのステーキングの時に話したように、例えば10万用意して APR の率が 40% だったら、4万円もらえるよという感じですね。日本円の時ですけれども。で、複利っていうのが、APY というもので、投資によって得た利息を元本に追加して運用すること。で、だから、例えば、10万で、始めて40% とかって出ても、実際その 40% にたどり着くには、何週間かごととか、何ヶ月ごととかの、利益を元本に上乗せして運用したときに最終的に 40% になるよみたいな話になっているという認識をしました。詳しくはこのページ見てもらえれば分かると思うんですけど、年換算利回りとか、そういう日本名に直した時の名前とか、それぞれの考え方っていうのがより詳しく載ってるので、簡単に説明するとこんなところかなというふうに認識しましたけど、だから言い換えると、ファーミングステーキの時に APR、APY 書いてあるけど、APY で出してる数字だったらお前持ってんなっていうところで、気をつけないといけないなっていう話ですよね。APR で出したら、より親切だけど、APY だと自分でね、そのファーミングの利益を追加しながら、その元本に追加しながら、その運用していかないといけないんで、APR の数字知りたいよねってところなんですけど、APY だとお前持ってんねっていうところの話になると思うので、いろんな取引所ちょっと見てって、お前持ってんなっていう取引所をちょっと見ていきたいなと思うんですけど、じゃあ見ていきますか。そうだね、何から見ていく。じゃあ、フランキウムから見ていきます。これ最近見つけたやつだよね。これソラナ上のやつだよね。ソラナの上に使われて DeFi の取引所。これを見つけた趣旨は、それこそ本当に APY っていうのの、すごいパーセントが今書いてあると思うんですけど、これ全部ずらっとスタートラスのファーミングをしようとしたときに、レイリウム以外でもできんじゃねと思って、いろいろ調べてたら、ツイッターでこのフランキウムかな、この読み方は分かんないですけど、これ最近できたDeFi みたいで、その宣伝でツイッターで回ってきたみたいな感じで、見てみたら、
すごい量の、あのパーセンテージが書いてあって、うわーっと思って始めちゃって一瞬あのスタートラスのステーキングをやったという、あステーキングじゃないか、ファーミングをやったという感じになってて、あとここはそう面白かったのが、なんかフランキウムの YouTube の解説動画が、あって、あのフランキウムのオフィシャルチームがフランキウムに対して の解説をしていて、でめっちゃそのスピーカーがチャイニーズアクセント丸出しでその説明をしてたんで、 Hello everyone, I'm honored to introduce our product Francium here. Francium is a leveraged yield aggregator protocol. Unlike farming based yield aggregator products on the current 大丈夫かってちょっと思ったっていう話なんですけど、ね、それでね、よくよく調べたらまあこれあのこれの解説じゃないですけど、あのファームの横に3とか書いてあるんですけど、これなんかレバレッジかけてられるんですよ。で、あのイルビウムで言ったらあのウェイロック期間によってあのウェイトが2倍とかあのなったと思うんですけど、まあ、これなんかレバレッジをかけて、あのそれであの US ダラーとアトラスとかだったら US ダラーになんかそのレバレッジをかけてやっていくやつみたいで、俺それ何も知らずにやって、ま、マジでアップデート思ったんですけどまあ、あのこれはちょっと、まあ、別途説明するか説明しないか別で、あの、まあ、このサイトは、まあ、APY が書いてあって、まあ、それを APR に直している、まあ、これ今あのレバレッジ3って書いてありますけど、まあ、これ3倍にした時に288の、APR 年利単利ですね。だから10万やったら28万返ってくるから、まあ、倍っていう感じ、倍3倍近い値段がまあ、返ってくるっていう計算になってます。まあでもこれは APY と APR も両方出してるんで優しいよねっていうところなんですけど、無理親切だね。デフォルトでレバレッジ3になってるとこがマジ危険これ多いと思うポイントだけど、レバレッジかける3になってて、そうそうそう、これ面白くて、なんかあのお金を貸し付けることができるんですよね。お金をプールしてなんか貸し付けることができてる、できるんでレバレッジをあのかけられるっていう仕組みになってるんですけど、全体的にかける3になってるんで、このサイト気をつけた方がいいよねと ところで、例えばスタートラスプラス USDC の LP トークンレバレッジを1にするとおやとという感じになってるおやおや 1.75 だこれ、うん、1にするとおいおいおいとなるね。まあそれだ、そうするとまあレイディウムのやつ後で見ますけど、まあ、あんま変わんないんじゃないかなという結論になって、まあ、ちょっとイルビウムと変わってあの違うなと思ったところは、あの APY のところ見てもあのオートコンバートってなってるんだよね確か。まあイルビウムちょっと後で見ますけど、はい、あのなんだろう、普通に元本を、イールドっていうか運用するじゃないですか、そのリワードが自動的にあの元本にこの足されていくっていうシステムなんですよね。これオートコンパウンディって書いてあるんで、オートコンバウンデッドイントゥーダー LP トークンズって書いてあるんで、あの自動的にどん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 元本の方が足されていくっていう、うん、あの優しさはあるかなと。そうだね、まあレバレッジの方が厳しいからそこは何とも言えないんだけど、レバレッジ結構ストイックだよね。ストイックだねこれ何も知らずにこの APY に釣られてやったら破産するみたいな、ワンチャンありえるみたいな感じですねこれ。皆さんどんどん笑ってほしいっすよね、僕らがどんだけ初心者かっていうところで。そうこれを知らなかったやって危なかったと思って、まあプラスだったからまあいいけどね俺の場合はっていう。そうだね、じゃあ次レイディウム見ましょうか。そうだね、レイディウムはじゃあこれどうなってんの。一応ファーミングで見てるんですけど、基本APR で出してますね、うん、基本っていうか全部 APR で出してて、フィースミンツか書いてあって、アトラスとレイこれだ、今105% だね。さっきのあの USDC だったからこれだ、 75% あんま変わんないね。さっきの76でこっち75だからあんま変わんないねっていう話だね。うん、そうだね、まあこれは親切だよねと。でもあれだよね、さっきのと違ってオートコンパウンドされない系のやつだよねこれは。うん、しかもそもそもそれだから APR だから、APY みたいに複利でどんどん足されていくっていうわけじゃないんじゃない。自分であの
リワードペンディングリワードをハーベストして、こっちのそうだね、そうそうそう。LP、そうだね。だから、ある程度あのイールドがのリワードが溜まってきたら、アトラス、まあ、この場合今アトラスですけど、アトラスが溜まってきたらハーベストして、自分でもう一回 LP トークンさらに作って、さらにステーク LP ってところにプラスしていけば APY の考え方になるっていうか感じですね。まあでもフランキュームの方がさ、オートコンパウンドっていう優しさもあるけど、こっちはデュアルイールドっていう強みもあるからね。こっちもでもデュアルディップになってんだね、こっちも。でも多分呼び名が変わってるだけでどっちも増えていくんじゃないかなと思います。でもこれはデュアルディップになってないね。うん、だから、うん、レイディウムの方がレイも増えますよっていう話でもあるのかなっていうところです。で、まあすごく有名なパンケーキ寿司あたりも見ていきたいなと思うんですけど、まあパンケーキも APRっていうところで、まあ APY、 あのオートコンパウンディットじゃないから、まあ、APY って書いてないのかってことで、うん、すよね。 でも APR でも 400% とかあんだね。440とかね。カートライト全然知らないトークンだけど、まあこういうところで APY とか書き始めてたらやばいよねっていうのを伏線を張っとこうかなと。あのオートコンパウンド、コンパウンディットされないのに APY って書くやつやばいよねっていうのをちょっと伏線貼っときたいなと思います。あ、でこれがスシスワップだけど、APR だね。まあ、これもオートコンパウンドされないんで当然かなって思うところになりますというところです。じゃあ最後、我々の紹介しているイルビウムをちょっと見ていきたいと思うんですけど、イルビウムに関してはあれ、おやおや APY、おやおや APY が登場しましたっていうところで、普通に APR で出されてないので APY って書かれてると、じゃあこれってオートコンパウンデッドされるんですかっていうところなんですけど、結論これどうなんですかね、オートコンパウンデッドされます、されないんじゃないの、俺たちの見解だと。そうなんですよ、多分イルビウム僕たちの見解だとあのオートコンパウンデッドされないので自分で、なんだ、あのリワードをクレーム、あの、うん、利確みたいなのしてどんどん原本に達していかないっていう作業が発生するんですよね。なのでイルビウムは持ってると。そうだね、まあ、あの自動、元々の元本に振り込むというより、まあ、クレームしていかないと APY にならないっていう感じじゃないかな。確かそうだね、そうそうそう。ですが、まあ、クレームさえしちゃえばあの何もせずに複利っていう感じでどん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 やっていけるけどっていう、うん、だから、まあ、ガス代がなっていう、まあ、オートコンパウンデッドされないしガス代高いよっていうところで、実際ね APR と APY って結構やっぱ他の目と違うじゃないですか、なんか割と、うん、まあそのびっくりする値書いてあるからね。まあ、APR どんぐらいなのってのはちょっと教えてほしいですけどね、これね、まあ、低いから出せないのかなってところなんですけど、うん、はい、結論ちょっとイルビウム、あのオートコンパウンドじゃないし持ってんねっていうのが、まあ、DeFi の取引所であの見れた結論でした。なんか他の DeFi とかなんだろう、この辺のやっぱレイディウムとかでかいからさ、いいの扱ってるからあのちゃんとねユーザーフレンドリーでやらないといけないかもしれないけど、いろいろ今ね DeFi なんかあんまそのレギュレーションがないから APY とかで持ってる多分サイトとかもあったりするような予感があるので、まあなんかそういうのあったらぜひコメントで教えてほしいですよね。ああ成敗していく感じですか。成敗したいね、ちょっと AP もあの APY で持ってんぞっていうビデオも別途なんかねあのリストができたらね見ていきたいですよね。はい、この DeFi 取引所はやめろっていう動画も、ね、あのやりたいと思いますね、うん、はい、なんか別に僕ら全然アフリエイトでやってるわけじゃないんで、なんかこう、まあ、初心者目線からこう DeFi の部分ってやっぱレギュレーションなかったりこう騙される部分もあると思うので、こう、まあ、皆さんにあのとにかく役立つ情報をあのシェアさせていただいて
こうまあいいあの投資ができるようなチャンネルにしたいと思ってるので、まあ、ぜひ、ね、あのはい、あのいいなと思った方は、まあ、緩い感じで、あの僕ら初心者で API とか APY とか知らないまま、知らなかったような、まあ、人間なんですけど、あの皆さんのこう良い投資ができるようにいろんな情報をお届けしたいと思ってるんで、あのぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますというところで、はい、はい、次の投資は自己責任で、はい、移りたいと思います。はい、バイバイ。じゃあのー